すまん、シャンフロ、ひどすぎないか。発売から1年経ってるのに、ユニークモンスター攻略ゼロだし、結局1回プレイしただけの主人公が、なんかユニークイベント引き当ててるし、都合が良すぎる。クソゲーしてるから強い敵倒せますってのは違うし、それならこのゲーム100周目とかの方が、説得力あるんだよな。結局主人公がうだうだやって3話だから、ほんとつまらなさすぎる。以上、シャンフロのお話でした。